はい、川端さん。はい。はい。この中村健吾の写真なんですけど、まあ、復帰した試合で、試合が終わった後、気づいた方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、こう、自分の膝と、帰ってきた、自分の膝と会話してるような、そんなすごい印象的なシーンの一枚を切り取った、この写真は、超大ベテランカメラマンの六川のりおさんが、まあ、六さん。はい。この、週休メガネズに、なら使っていいよ、つって、提供いただきまして。マジでか、はい、すげえ、それはすごいな。はい、そういやー、でも、ロッカーさん、そこはやっぱ抑えてるからすごいよね。ほんとすごい。ほんとに。はい。それ。いや、やっぱね、なんか、健吾が何かしらやるんじゃないかなと思ってたみたいで。はい、なるほどね。さすが、さすがもう予測だね。はい。さすが、違うね、大御所はね。大御所は。今何歳だったか忘れちゃいましたけど。でもそれあれだよね、なんかケンちゃんのモットーであるの感謝感激感動っていうのが、やっぱりあの写真をこう見てるともう思い浮かぶっていうかね、やっぱそれをこうずっとこう持ち続けてる感じがやっぱ常にあるし、いろんなケンちゃん の行動ってそこにやっぱり端を発してるっていうかね、うんうん、そこが出発点になってて、うん、で膝に対してもね感謝でしょ、うん、でまさに動いた感激で、うん、でこれで試合をね無事終えたつ感動つってこう、うん、なんかね、うん、膝にこうなんか語りかけてる感じですよね、うん、まさにね。いや本当はね本人にねメールでこの写真はこれどう思ってたのって聞こうかなと思ったんですけど、まあそれ聞いたらやぼかなと思って、うん、全然違うかもしれないですけどね。いやでもなんかそういうね、はい、感じがこう伝わってきて、うん、そうだね、本当にあの膝の奥にはいろんな人の顔が入ってるんだろうね。出場数でもさ、なんかウィキペディアに出てたけど、藤田俊哉抜いて今大卒の選手で長くやってる一番なんでしょ。いやそれ、うん、でこの間点取ったから、うん、それこそ連続2005年 J1 からスタートして2020年ずーっと点も取ってんの、ね、うん、ああなるほど、うんうん、それもすごいんだよね。すごいですよ、すごいですよ。いろんなポジションやってる上で、そうですよ ね、 1年ボランチだったような年もありますからね、うんうん、そうなんだよな。しかも普通キャリア重ねたら大体ポジションって後ろ下がってくじゃないですか。いやいや本当だよ、最終的にセンターバックやる人多いよ昔の人はね。でも結構ね前に上がってんですから、トップ下やってんですから。一番プレッシャーきついトップ下で、しかもプレスをかける側にもなってる、ね、そうかける側に行って、普通あれ若者たちがこう率先してやるような仕事をですね。そうだよな、行かせといて自分は予測してインターセプトしますよじゃないもんな、うんうんうん、自分が行くんだもんな、そうなん、行って他に取らせるとかやるもんな、うん、であの連覇した時期も阿部ちゃんがいたじゃないですか、うん、あ、はい、阿部ちゃんプレッシング上手で、でそれをケンちゃんはこう端から見てそれをこう盗んでったりするわけですよ。あ、学ぶんだよ、学ぶ。で、相手のセンターバックにどうやって寄せられるの嫌だみたいな話もちゃんとこう聞いたりとかしてて、うんうん、もう自分でこう進化してくるものすごく楽しみに、前向きにやってるのが、ほんとすげえなと思うし。やっぱアップデート能力だな。うん、それがすごいんだな。うん、いや、ほんとすごいんですよ、うん。そうだな。まだ容量があるんじゃない、うん、いや、だから僕は逆に剣豪のセンターバックとか見てみたいですけどね。いや、ほんとね。絶対後ろからめっちゃ作る。でしかも意外に球際は全然やれるなみたいなプレーしてくれると思います。いやだから本当に、はい、ラームとか、うん、キミヒみたいな、うんうん、サイドバックそうサイドバックもいけそうですよ、ね、やらしたって全くこなしちゃうと思うんです普通に。いや今度右いなくなった時に森田じゃなくて健吾やる。あ、そうですね、うんうん、いや、いいと思いますよ。はい、大体僕みたいな話の長い人間に対して嫌な顔せずずっと付き合ってくれる人なんてなかなかいないんですか、そもそも。わかる、わかる。わかるっていうのやめてください。もうね、七海ひろしとね、ほんと中村健吾のほど二人だけですもん、相手してくれて、ほんとにもう。だからそれは北条が結構、なんか、あ、こういうとこ聞いてくるんだ、みたいな、うん、なんか、そこかゆいんだけど、そこわからないかなみたいなところを北条はついてくるんだよ、うん、俺それはわかる。いやいや、そう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 とかいうのある。オタクだからですよ、単純についつい話したくなっちゃう。人徳人徳なんか、いやでも誰に対してもケンちゃんはもう初めて取材に来るような人であれ誰であれもうみんな変わらずこうやって接して、そうだよ、いつもね、うん、見つけたらこうニヤニヤして寄ってきてくれるしね、うんうん、でしかもその多分この中断期間とかね怪我でこう離れてる間もいろんなこうクラブのそのいろんな活動あるじゃないですか、うん、ピッチが、ね、あ、そうですね、はい、いろんなところにまあ
ボランティアしたら変だけど、うんうん、地域密着のイベントみたいなところにも積極にこう顔を出すみたいな、うん、やっぱあれがケンちゃんが率先してやるんで若い選手たち文句言えないですよね、うん、文句言えないじゃないですか、うん、でこれはすごく大事なんだクラブにとってっていうことをやっぱ率先してできるところもやっぱすごいし、で何しろ自分はね、うん、クラブに拾ってもらったってその感謝の思いがそもそもあるから、だからクラブに対してこう尽くしていこうっていう。だってクラブもそれこそケンちゃんの成長とともにこうやってクラブがどんどん大きくなってきて、でチャンピオンになってるから、もうフロントアレがスパイク履いたみたいな選手なわけじゃないですか、もうそもそも中村健吾っていう人、まあ今なかなかねワンクラブマンって少なくなってきてるけど、うん、まあそういう意味でもやっぱ偉大だし、ちょっと俺とね、被ってるところがあるんだよ。うん、大学の時に、ね、うん、3年生で2部に落ちるんで。ああ、そうですね。ほんで、4年で健吾はキャプテンになって1部に上げて戻るっていうね。うんうんうん、そういうところの経験もやっぱ、初めてとは大きいとは思うよね、うんうん。パーソナリティもやっぱ大きいんだろうなと思う。うまい選手っていっぱいいるんだと思うんですけど、うん、パーソナリティもやっぱ生まれ持った才能じゃないですか。うんうん、でやっぱ中村健吾そのリーダーシップみたいなところもあるし、うん、で、球際とかも強いんですよ。戦うから、ファイトするから。本当そう。中村健吾みたいなタイプの選手って、そこは結構意外にこうスルーされがちなところもあるんだけど、健ちゃん行くんですよ。うん、そこはさっきのプレスの話じゃないけど、うん、ガンガン行くんですよね。うん、だからそれで、その、なんだろう、勝とうっていう意欲もすごくやっぱ出るし、だからそのリーダーシップみたいなのもこう自然と、本人は別に意識してるわけじゃないけど、うん、そういうのがこう出てくるっていうか、でそれにこう引っ張られるみたいなところもあるじゃないですか。うん、だって小林優が今こうやっているのも、やっぱケンちゃんが一緒にやろうぜって、一緒に優勝しようぜって言って彼をね、うん、行ってこうクラブに残ってこうやってね、一流選手になっていった。まあ自分がだからジュニーに育ててもらったっていうその思いがあるから、うん、多分自分も若い選手たちに何かを伝えようっていうことも積極的にやってるし、だって練習中にね、中村健が身近にいるわけだから、それは若い選手たちは、それは、それはね、それはもう、もう生きた手本が目の前にあるわけだから、それどんどん上手くなりますよっていうね。まあ、ちょうど俺はそのマリノスの監督を一緒にやらせてもらった時に、2006年に、健吾一番、まあ、点も取ってて、うん、やっぱ試合数も一番出てる、2006年ね、うんうんうん。で、その時ってやっぱり、分析してると、やっぱ健吾と、ジュニーニョの関係しか俺の目には映らずに、うん、とにかくそこ潰せっていうことなんですよ、うんうんうん。でもやっぱりこうゲームの中でも、その時ってまだケンゴはワンタッチワンタッチよりもちょっと持ちながら、パスをズバッて出したりするような結構シーンが多くて、うんうん、でまずその持ち出しを消せみたいなこと言ってたのをすごく思い出して、うんうん、あ、なるほどね。そしたら多分リズムは出ないはずだみたいなことを言ったような記憶なんだけど、多分その試合負けたんだけど、うんうん、やっぱりそういう、こうパートナーとその当時のこうコンビネーションプラス自分の持ち味をどうやって出していくかっていうのを多分毎年毎年いろんなことを考えながらやっていくから、どん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 アップデートしていって、それこそサッカーが進化していくけど、年齢が上がっていって衰えるんじゃなくてもっともっとこう進化していってんだろうなっていうのを、やっぱその時一緒にピッチで見た選手が今ここにいるっていうのを考えると、なんかなんとも感慨深いところも俺もあるな。そっからね、その、うん、当時からまずずっと今もやって、で、水原さんは当時警戒した中村健吾がさらにグレードアップした中村健吾が今いて、っていうね。いや、僕もね、最初ね、代表、僕はちょっとサッカーマジンが離れた時期があったから、はい、ワールドサッカーマジンって言ってて、うん、で、戻ってきて代表戦で初めて中村健吾を見たんですよ。うん、オシムジャパンの。うんうん、で、俺知らなくて、中村健吾って選手を。うん、で、と思って、うん、すげえ選手だなと思って、ボランチからバンバン縦パスをこうトップにつけて、で、よくよく聞いたら、いや、これなんか初代表らしいですよ、みたいな。初代表でこんなに、じゃんじゃん縦パスを何の迷いもなく入れられる選手はなかなか見たことないんだけど、みたいな。もうそっからすげえ気になっちゃって。で、見始めた記憶がありますけど、オシムジャパンの健吾は夢があったな、うん、この選手どんだけ成長するんだろうって思いましたもんね、うん、あの頃。そうだから監督によってその中村健吾をどこで使うかっていうのも、うんうん、やっぱ監督のやっぱ色が出るから面白くて、うん、オシムさん健吾はそこのねボランチの深い位置に使ってるんですけど、他の監督さんは割とトップ下で使う感じが多くて、そうですね、うん、その辺もなんかその監督の色も出るんだけど、それに合わせてこう健吾もこうね応じてこう自分の良さをこう出していけるから、どこに使われてもね。で、それで今があるから。監督としては、こう、
なんだろうな、ある程度任せられる選手というか、うん、その相手の特徴とかをしっかりと伝えて、よくそれこそポジションを、まあ、ある意味自由にこう落ちてきたり前に行ったりとか、うんうん、そこに 今いるんだみたいなのをやるじゃない、うん、相手を動かすためだったら自分が動いてどんどんそうですね、うんうん、ね、やるじゃない、うん、そういうことからするとこう監督としては使い勝手じゃないんだけど ものすごく信頼できるというか常にいてほしい選手だなっていうのは思うね。まあ、だから昔の要するに10番とか言われてた選手ってみんなそういうタイプの人たちですよね、うんうん、要はね、うん、でその10番みたいな選手が代表に集まって3人ぐらいいると、うん、そのいわゆる今でいうポジションのプレー的なことが普通にナチュラルできちゃうみたいな、うんうん、だ中村健吾でも1人ナチュラルポジションのプレーじゃないですか別に、うんうん、いちいち監督にこうだああだ全体の立ち位置はこうだなんていうのを頭なくても別に普通にできちゃうっていうね、うん、でそういう選手が集まってたチームは昔は強かったんじゃないですか、うん、でそれは旗から見てると自由に動いてるように見えるっていう、うん、今だからその自由じゃなくてプレー原則にのっとってそういう動きするんだけど、うん、中村健吾はそのプレー原則がもう自分の中で普通にあるから、うん、それを普通にやるだけでもう周りがこう円滑にこう回っていくみたいな、うん、いわゆるプレーメーカーっていう言われる人たちってそういうね、うん、人たちばっかだと思うんだけど、それがいきなり復帰戦でポーンって出てきて、それがもうたちまち中村のねこうフロンターレがガーって染まっていく感じが、これはすごいな、本当にっていう。これ本当にもう一個あるのは、J1 の他のチームにとっては、うん、いや、おー言うても中村健吾復帰したばっかで、まあ、調子戻るまであと何試合もかかるだろうと思って、あの試合ですからね。そうなんだよね。ただでさえそう熱いのにこれかみたいになりましたよね。本当と、うん。最後もう埋まった感はあるよな。うん、埋まったっていうかもうだって最後のラスボスが出てきたわけでしょ要はここで。そうや要は、この無敵のフロントにまだラスボスがいたんだみたいな感じでこう戻ってきたわけだから、うん、これはちょっともうとんでもない話なわけですよね。まあでもこれからね、うん、まだリーグはまあ長いといえば長い試合、うん、ね期間に試合残ってるので、うん、あと何節もあるから、まあ、健吾に出てくるチャンスが当然あると思うし、うん、まあ、フロンターレはここからよりよく強くいく存在であるだろうと、うん、ラスボスとして、うん、補助は呼んできてね、うん、いやもうほんとね、いや朝まで生健吾ってのいつかやろうねってずっと言ってたんですよ、朝まで生健吾いいですね、はい、朝まで生健吾それいいですね。いや、だから水沼さんだと田原総一郎みたいになればいいんじゃないですか我々パネラー